いいと極道音焼組事務所。申し訳ありません。組長のご不在時に敵の侵入を許し、天津さえこのような被害状況を教えてくれる。分かってる分だけでいいから。金庫の中の現金すべてと有価証券の一部を奪われ、人的被害は怪我人が5人、所在不明が3人。先代が買った美術品の類は？それは残されてます。監禁で足がつきそうなやつは手をつけなかったってことが。賢いね。おまけに普通パソコンならまだしも帳簿なんて持っていくかね。ああしてやられたな。これはさすがにお返ししないと恥になっちゃうね。牧村マンション。いたたたたた。痛み止め切れたかも。無茶したと思いますよ。すぐ薬飲んでください。普通にしてたから治ったかと思ったんですが、まだダメだったんすか？ほぼ治ってるよ。でも今日は久しぶりに外で歩いたし、大声出したから悪化させたかも。鎮痛剤飲むと眠くなっちゃうから、先に状況を整理しよう。今日の件、襲撃者の皆さんは無事音焼組から根こそぎ現金を奪って逃亡中だ。彼らは3時間後には外国へ向かう船に乗って戻ってこない。音焼組は犯人を捕まえたいだろうけど、今はそれどころじゃないだろうね。超特急で自分たちの組の防衛を固めないと、今度は大番組の本体から手を出されるかもしれないから。襲撃者たちが持ち逃げした現金は数千万。この金額は田中さんから聞いた情報と大体合ってる。海外からの入金プラス今月の上納金だね。莫大な額ってほどじゃないけど、組の運営において無視できる金額じゃないし、穴埋めも相当厳しいと思う。他にも組事務所の修理にそのくらいの金額かかるしさ。その上これ、ヒロと牧野くんが奪ってきてくれた組長室のノートパソコンと帳簿、これが手に入ったのは大きいよ。牧野くんが帳簿にも気を回してくれて助かったな。先代、つまり数年前までの金の動きは全部この帳簿に書かれてるし、今年に入ってからもちょいちょい記入がある。先代が結構年だったって聞いたんで、そういう人はパソコンより紙を使うじゃねえすか。だから紙も重要だと思ったんすが、当たっててよかったです。大当たりだよ。これでどこと繋がってるかも分かるようになる。でも未だに手書きの帳簿で運営してんですか？それはさすがに不便だよね。だから多分データ移行は進めてるよ。でも手が回らないから紙も使ってたんじゃない？事務できる組員がいねえってことですか？いないのは帳簿を見せられるくらい信用してる組員じゃないかな。ああ、だからごく限られた人数、下手したらあまり組長一人でデータに移してたけど、結局は紙の帳簿も活用せざるを得なかったってのが実情だと思う。俺はこの内容を本家に持っていく。これでかなり内情がわかるし、場合によっては鷲尾さんにも渡す。そうすれば警察側からも何らかの形で音焼組の資金源を断つ方向で動いてもらうことができると思う。ただこれは双方にとって危険なネタだから、取り扱いをしっかり考えるよ。で最後に、牧野くんたちの存在が向こうに気づかれるかどうかなんだけど、多分音焼組はしばらく身動きが取れないし、今さら田中さんの身柄を押さえる理由も手段もないから牧野くんの情報は漏れない。それに今日のやりとりで今回の一連の流れのバックにいるのは俺だって宣言したようなもんだから、わざわざ他の関係者探しなんてあまり組長がする必要ない。結果的に牧野くんたちからは目がそれたと思う。俺らは助かりますが、牧村さんはいいんですか？今回のことであまりは相当来てるでしょう。あんた本気で狙われますよ。それは別に俺的にはそんなに問題ないから。慣れてるってことすか？それもあるけど、どう考えたって牧野くんたちが狙われる方がリスクが大きいからね。そっちは組っていう後ろ盾もないし、林田さんがいるし、危ないことはこっちに押し付けちゃっていいよ。俺は大丈夫だから。失礼します。書いてます？社長、よかった、無事でしたか？無事って連絡しただろう。どうした？話が終わりゃそっち行ったのに。あの、私
社長の帰りを待ってて思ったんですけど、結婚しませんか？え、あの、それってプロポーズ？はい、そうです。今この場でこの人数の前で？だって社長、答えづらい話だと席を外したり会話を断ち切ったりしちゃうんで、皆さんがいてくださった方が逃げられないしごまかせないかなって。こわっ。おい、牧野。ちょっと待て。いや、その、頼むから待て。小塚、お前何吹き込んだ？そんな言い方なくね？何を吹き込んだ？2回言う？林田ちゃんが牧野の代わりを待ってる間、ずっと心配しててさ。自分は荒ごとに不向きだから、ずっとそばにいられないし、力になれない。男だったらよかったのにって言うから、一生そばにいんなら性別違う方が便利じゃん。書類一枚で法律が関係を保証してくれるんだから。あ、そうか。結婚しちゃえば普通に日常全部サポートできるし、入退院とかの付き添いもできるし、他にももろもろ配偶者ならではの利点ありますよね。そうそう、マイノリティの人たちってそこで苦しむわけじゃん。家族になれない、一緒に人生を背負っていくための権利と責任を分け合えないって。でも性別違えばできるわけだよ。確かに腕力って意味じゃ厳しいかもしれねえけど、それだってすげえ利点じゃねって言っただけで。お前が原因じゃねえか！社長、嫌なんですか？私は社長なら結婚してもいいと思ってるんですけど、社長はダメなんですか？闇金だから。牧野くんが今更な一般論言ってる。おい、あれ助けてやんなくていいのかよ。割って入りようがねえだろ。何言えばいいんだよ。社長が闇金なら私だって闇金助手です。お似合いじゃないですか。いや、今そういう話してなくて。ごめん、横から口出していい？俺は二人合ってると思うし、その別に全然ありだと思ってるけど、そもそも結婚ってお互い恋愛感情あるからするもんじゃないの？それは幻想ですよ。そこは林田の言う通りだと思います。恋愛はともかく、結婚は生活を共にする契約なんで、メリットデメリット大事ですよ。好意がありゃいいに越したことはねえでしょうけど、打算で結婚も普通ですよ。その理屈だったら牧野くんと林田さんは双方にメリットあるし、結婚してもいいんじゃないの？お互いずっと一緒に生活してて嫌にならないくらいには好意があるんでしょ？あれ？婚姻届、最近ネットでダウンロードできるって聞いたんですけど、やってみましょうか。組織犯罪対策部。いや、もう今回の件報告書すごい数っすよ。大物連中は気軽に動かないでほしいですよね。そうだな。それに何ですか、あの音焼き組の襲撃事件。間が最悪でしたね。いつもなら周辺を俺たちが警戒してるのに。今日は組長のあまりが手勢を引き連れて出てったもんだから、焦って現場の人間もそっちを追いかけてって、手薄になったところをあの車ですよ。大番組参加で間違いないですよね。だろうとは思うが、乗ってた連中は全員逃げたし、日本人じゃなかった。実行犯、逃げ切るでしょうね。おそらくな。今までもそうやって組が半グレを金で雇って襲撃させた事件はある。そしてそういうケースは突き上げ捜査が難しい。というか、大番組は使用者責任で捕まるようなヘマしませんよね。やばいっすね。規模どんどんでかくなりますよ。ところで今日ゲートボール場で牧村補佐、音焼き組の車に向かってなんか叫んでましたよね。あれなんつってたんですか？俺車内だったから分かんなくて。ああ、ここなら安全だから腹割って話そうってさ。何話したんですかね。わしはおおよその事情は聞いた。俺が大判本家張ってる間にいろいろあったみたいだな。今報告書まとめてます。先に口頭で話しますか？そういうこっちゃねえ。わしはお前
俺に黙って温焼き組絡みのヤバいことに首突っ込んでねえか。だとしたらわしをお前消されるぞ。回転組事務所。清澄くん、笑うことなくない？こっちは大変なのにさ。いや、失礼しました。予想外の展開すぎて、つい。ちょっと、教育行き届いてないんじゃないの？ねえ、深海。あまり、てめえが牧村にしてやられたことはどうでもいいが、その金、補填できるんだろうな。俺がいねえ間てめえに預けて運用させてた金だ。ないとまずいのは重々承知してるよな。落とし前の付け方は考えてきてんだろ。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。いいねとコメントもどうぞよろしくお願いします。実写化、漫画化を目指して頑張ります。